Guys, it's Mayu. こんにちは、Mayuです。今回のビデオはベトナムのホイアン。今日はホイアンで大人気のカフェと泊まったホテル、観光で気をつけたいことを紹介します。 Are you ready? Let's go! 以前のビデオで紹介したダナンから南東に30キロ、車で45分の場所にあるホイアン。15世紀から19世紀にアジアとヨーロッパの交易拠点として栄えた港町ホイアンは、当時の街並みを色濃く残した美しくノスタルジックな雰囲気。旧市街は世界遺産にも指定されています。ちなみにあの地球の歩き方ベトナム版の表紙にも描かれたベトナムを代表する景色なんです。まだホイアンに着いたばっかりなんですけど、もうすごい素敵な予感しかしないです。すごい楽しみ。ダナンに泊まって日帰りで遊びに来ることもできますが、個人的にはちょっともったいないなと思います。夜になると美しく灯るランタンのこの景色、もっと時間を取ればよかったと後悔しないためにも、ぜひホイアンに泊まってみてください。ホイアンの街だけ観光するなら1泊、これまた世界遺産のミーソン遺跡にも行くなら2泊がおすすめです。そんなホイアン観光の楽しみの一つといえばカフェ巡り。旧市街の街並みにあった素敵な雰囲気のカフェがたくさんあります。その中でも私が立ち寄ったのはこちらのホイアンロースタリー。ホイアン市内に7店舗あり、旅の作戦を立て直したり、歩き疲れてほっと一息つきたい時に立ち寄るのにぴったり。すごい絶妙に素敵なカフェ。店内は緑を基調としたリラックスできる雰囲気です。ココナッツっぽいな。オーナーが豆からこだわった自家焙煎のコーヒーは香りが良くてとっても美味しい。ホイアンの暑い気候にアイスコーヒーがぴったりでした。ホイアンで泊まったホテルをサクッと紹介します。ホイアンナイトマーケットからすぐの場所にあるキュービラホイアン。ホテルというより個室タイプのゲストハウスという雰囲気。エレベーターはありませんが、できたばかりのためお部屋はピッカピカ。このお部屋、一体一泊いくらだと思います？なんと一部屋2000円。わお、アメイジング。朝食で食べたカオラウは優しい味でとっても美味しかった。ホイアン観光に便利なレンタサイクルもありましたよ。ホイアンを歩いているとよく出会うのが超ベトナムっぽいスタイルでフルーツを売る方々。私たちはちょうどお部屋で食べる用のフルーツを探していたのでよかったのですが、買う気がない場合はちょっと注意が必要です。このスタイルで写真を撮らせてくれたり、食べていいの？味見させてもらえたりしますが、後でお金を要求されることも。あ、でも、もらうか。うん、うん、How much? 150? 150?フルーツを買う場合も最初に言われる値段は結構高くてびっくりします。マンゴーって日本では高級フルーツのイメージですが、この平べったい黄色のマンゴーはフロリダで1ドル以下で売られていたので、さすがに高いと思います。ホイアンのマーケットや路上では値段交渉は当たり前の感じなので、買いたい値段よりちょっと安い値段を言ってみましょう。最終手段ではあるんですけど、交渉がうまくいかなかった場合、じゃあいいですと言って帰ると、希望通りの値段で売ってくれることが結構あります。果物売りの人だけでなく、マーケットやマッサージの人もすごい値段交渉してきます。ホイアン旅行の醍醐味としてやり取りを楽しんじゃうのがいいのかなと思いました。ベトナム情緒満載のホイアン、楽しんでもらえましたか？次回の動画ではホイアンのグルメについて紹介したいと思います。この動画が面白かったと思ってもらえましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。